はい、では、紹介させていただきます。常滑焼の火鉢ですね。朱泥っていう、鉄分の多い粘土で、焼かれた常滑焼によく見られる特徴ですね。で、彫り物がしてあります。これは美人絵ですかね。とあと山水絵、山水画って言った方がいいのかな。山に、木に自然の風景が描かれてますね。美人絵ってよく言いますけど、今見るとそこまで美人でもないですよね。はい、結構彫りが深くて立体的ですよね。で、この辺は無地です。なんかやっとけばよかったのにね。はい、と探したんですけれども、作者の印らしきものはなかったんですね。はい、一周しました。で、これ中の方ですね。まあ、火鉢なんで灰の跡がたくさん残ってますね。で、ビス止めがされています。まあ、火鉢地面に直接置くわけにもいかないんで、木の板に固定されてるんですね。はい、動きません。ビスで固定されてます。まあ、ビス外してそこの方見てもいいんですけれども、今回は状態維持のために、このまま出品させていただきます。はい、大きいです。重量も結構あります。まあ、よかったらお願いします。